おはようございます。自民党の参議院議員の西田昌司でございます。今日は8月の2日となりましたけれども、このお盆の間、尖閣諸島、そしてまた竹島、そしてまたさらには北方領土と、まあ、日本の領土領海へ巡りまして大変大きな事件が起きております。まあ、一つは竹島でありますけれども、まあ、韓国のイ・ミョンビャク大統領が、まあ、大統領として初めて竹島に訪れたということでありますけれども、まあ、この竹島問題、もともとは終戦の後、サンフランシスコ講和条約が発効する直前になって、当時の李承晩大統領がこの竹島は自分たちのもんだ、まあ、李承晩ラインというのを引いてですね、まあ、日本の領土領海を自分たちのところに組み込んでいくということが起こったわけです。ところが、まあ、この後そのまま時の政府が放置してきたために、どんどんと竹島には実効支配が韓国側にされてきた。しかしそれでもこの問題はまだ政治的なその微妙な立ち位置にあるということで、韓国の大統領が自らここに訪れることは韓国側も遠慮してきたわけです。まあ、ところが今回民主党政権になりましたから、とにかく韓国に対して、まあ、韓国だけではありません、まあ、ロシアに対してもそうですし、中国に対してもそうですが、要するにすり寄り外交をどんどんしていくために、それならここまでありがとうございます、ここまでは自分たちが主張してもいいだろうと、まあ、そういう形で次から次へと、まあ、したい放題、言いたい放題ということがなってきたわけです。まあ、朝鮮危機という日本がこの持っている韓国側の資料を、それをそのまま返してくれと、これは日本が取ったもんだからけしからない、けしからんと言われれば、それをそのままそれじゃお返しします、まあ、こういうこともありましたけれども、要するに国際的な外交の常識を逸脱して、とにかく相手の国に対して、まあ、言われればそのまま何でも対応してきた、まあ、これが今回あだとなって帰ってきたわけです。まあ、韓国におきましては、特にイ・ミョンバク大統領の実の兄が逮捕された、その後継をめぐる選挙についても大変厳しい苦戦でありますから、国民に対して反日ということを掲げれば、その人気は自分に返ってくると、まあ、そういう思いもあったんでしょう。ですから韓国内部の政治的な思惑というものももちろんあるわけです。しかしそれがこの国際外交のところに取り出されては、これやっぱりルール違反になるわけで、まあ、これに対してきちっとした対応が今の民主党政権の下ではできていないわけです。まあ、結局民主党政権というのは3年の間に何をやってきたかと、国益を次々と損ねてくると、外交上の国益だけじゃありません、国内においては経済が民主党政権になってから GDP がどんどん落ちてくると、震災復興もなかなかおぼつかないと、まあ、こういうことも含めてこの国益が損ねられた3年だと思うんです。さらに、まあ、今日ニュースで出てましたけれども、この尖閣諸島、まあ、これは先日尖閣諸島に、まあ、中国側から活動家、まあ、これ活動家と言ってますけれども、要するにプロ市民でもって言えばこの軍部に属する人間ではないかと我々は思っていますけれども、政府のそのまさに特使としての状態で彼らはやってきていると思いますが、まあ、彼らがこの尖閣諸島に上陸した、これを法律に基づいて処分をします、野田総理はこう言ったわけです。ところが法律に基づけば当然この国境を越えて不法入国であります。そしてさらにはその彼らの問題につきましては、ありがとうございます、無断で立ち入ってきたわけでありますから、それなりの処罰をされなければならないんですけれども、それを強制送還だという形で国内で裁判をかけることをあえて避けて返してしまったわけです。で、これはまさにこの前のあの尖閣で中国の漁船がやってきた、海上保安庁が捕まえた、で法と正義に基づいて対処しますと前原さんが言いながら、結局はこの船長を返してしまうと、これと同じことをやったわけです。で、こういうことがずっと常態化するとどうなるかと、要するに日本人は我々が入ってきてもこれは裁けないんだと、まあ、こういうことを相手方に、まあ、認めてしまったということなんです。で、こうなってくると、これは自分たちが実効支配してると言うけれども、結局はそれ以上のことは何もできないんだと、足元を見透かされてくるわけです。
これはまさにあの尖閣の時に漁船に体当たりまでしてきて、要するに不法入国ということじゃなくて完全な公務執行妨害という大きな罪を犯しているわけですけれども、それに対しても何もできなかったことが今回またもや中国側に足元を見られた形で確認されてきたということです。おそらくこれからどん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 これが続いてくると思います。でところがこれに対する対応を全く何も自分たちはするつもりもないない上に、今ちょうどこの尖閣の問題では東京都が、西原都知事がこれは東京都が買い上げます、そしてその寄付をしてくださいというと、まあ、15億円に上る寄付が集まったと言われてますが、それで東京都が買い上げをして自分たちのこの土地だということをちゃんと知らしめようと、まあ、そういう国民運動を展開してきた中、それは自分たち国が買い上げますからと、今度は途中でトンビに油揚げじゃないですけれども、おいしいところを取っていこうと、まあ、こういう作戦に野田政権出たわけですけれども、じゃあこれもし仮に国の領土となった時に、国の領土はもちろんですけれども、国の要するに国有地だということになった時にどういう対処をできる、どういう対処をする準備があったのかということなんです。で彼らは要するに口では威勢のいいことを言ったり、正しいように聞こえることを言ったりするんです。ところが問題は口と言葉と行動が付録していない、まあ、そこが一番大きな問題なんですけれども、要するに尖閣問題をちゃんと対応しようと思うと、ここで防衛力、もちろん自衛隊もそうですが、海上保安庁をはじめ警察力、こういうものをきっちりと整備して、もしもの時には実力行使をしますよ、そういうやっぱり構えとして、それだけじゃなくてそれに伴うきちんとした装備、こういうものが3点がきっちり揃っていなければ、口で言ってるだけでどっちみちしないんだというふうに足元見られてしまうわけです。で結局民主党がやってることというのは全てこういう身を張って背伸びすることは言うけれども、その実行力が伴わない、それに対する覚悟ができていない、だから足元見られてこれだけ外国にバカにされたこの結果になってしまうわけです。同じことが国内においても言えるわけなんです。国内の経済、そして国内のさまざまな政策の間違いも、要するに彼らが口からいろんなことを言ってきたけれども、それを実行できるだけの財源もなければ政策的裏付けもない、ただ言葉だけ並べ立ててきた。で選挙はそれで勝ったかもしれません。しかし実際に政権を取ってやろうと思えば、財源がなければ一切予算は執行できません。さらに予算を出していこうと思いましても、そこに知恵がなければ実際に物は動かないんです。例えば震災復興がこの一番いい例です。震災復興についてはそもそも対応が遅かっただけではなくて、予算もまだまだ小さいと思いますけれども、その予算もなかなかこれが十分に消化できていない。なんでかと、それはそうなんです。結局は予算をつけているけれども、それを実行していこうと思うと、それはできるだけの仕組みを作らなければなりません。ところが例えば震災の補償金にしてもそうなんです。まず我々は東電に払わすんじゃなくて国がやるべきだということを主張してきました。それは東電がやっていくと、これ民間会社ですから、当然の話しながら彼らはこれが本当に原発の被害によったものなのかどうなのかということを、これは細かく対応していきます。そうでなければ株主に対する説明責任が果たせないからなんですよ。でそういうことで民間企業はできるだけ支出を抑えようとしますから、本当に困っている人のところにはなかなかお金が回らないんです。そこで我々が言っていたのは、東電の問題は確かにありますけれども、まず我々がしなくちゃならないのは、あの事故というのは要するに大きな想像を絶する大地震だったわけです。大津波だったわけです。ですからその前には原子力事業法の中でも国が責任を取ってやっていくと書いてあるわけですから、まず国が責任を持ってこの原子力事故の対応をするし、被害者の救済もしなければならないということを言ってきたわけです。ところが民主党政権はとにかく自分たちが矢面になるのは困ると、悪いのは東電で、我々はそれを正してるんだという立場を取りたいがために、東電を悪者にして政府の方は高めの見物を決め込むような政策をずっと取り続けたわけです。そのためにこの災害復興が非常に遅れるわけです。東電の賠償金も出ないわけです。ですから我々はまず言っていたのは、
そうじゃなしに国がまず矢面に立たなきゃダメなんだと、まずは国の方が持ってきた事案について直接地元の行政と一緒になって対応していく、そしてお金はとりあえず金払いでいいから払えばいいじゃないかと、あとで裁判が必要になってくるのはあとは東電と国との間でやっていけばいいわけですから、直接の被害者についてはとりあえず国が金払いをして払っていった方が早く救済ができるということを随分主張していました。しかしそれをやらないわけです。でこういうことも含めてですね、要するに民主党が今やってきたことなっていうことは全て自分たちが泥をかぶって本当に困っている方々を救っていこうと、体を張って守っていこうと、そういう姿勢が全くなかったわけです。でこれがこの東日本のあの大震災の復興を遅らせている一番の原因です。あの原子力被害についてもそうなんです。一番大事なのは要は放射線の被害と言ってるけれども、あの被害本当にどれだけの被害があるのか、科学的知見できっちりとこのことがちゃんとされてるのかというと実はそうじゃないんです。皆さん方よく考えていただきたいのは、あそこで除染だと言って水で流してこの放射性物質を除去しますと言ってます。もちろんそういう除去をしてあげた方が地元の方々納得されるかもしれません。しかしよく考えてくださいよ、あの流した水は一体どこに行ってるのかと、で川に流れて、そして海に流れて、そして結局は薄まって何もありませんということになってるんです。つまり何が起こってるかというと、これはもう専門家の間でも言われてますけれども、要するに放射線被害、実は健康に害を及ぼすような被害はこの東日本大震災のあの事故の中ではなかったということなんです。でところがじゃあ放射線が出ていないのかといえば出ています。しかし健康に対する被害というのは実際問題何もなかったわけです。でそのことが経験的には分かっています。これはチェルノブイリの事故で25年経ちましたが、これを国連の科学委員会が報告をまとめて今年の初めにこれを出しています。でそのチェルノブイリという日本のあの東北の福島第一原発の事故に比べるもおぼつかない非常に大きな事故でしたけれども、この原子力発電所が爆発したという事故でさえ実は25年経って健康被害を調べてみると放射線の被害というのはほとんどなかったということなんです。ですからそれともう比べるべくもないこの福島の事故の場合にはこれから先の健康被害というのは考えられないというのが実は科学者の間では随分前から言われてるんです。ところがこのことを政府が責任を持ってきっちりと説明しない、そしてそのことを放置している。でそのために不安だけが付きまとうわけです。要するに放射線は出てます、あります。しかしそれは今我々が住んでいるこの京都でもあるわけです。でこの前もこのストロンチウムが観測されたと言いました。平常時の何倍だと言いましたけれども、じゃあそれがどんだけの基準かというと、いわゆる1960年代にこの原爆や水爆の核実験が世界中でされた、その時に黒い雨が降るとか言われてました。でしかしあの時の放射性物質の量の何分の1、何十分の1なんですよ。でそしてその黒い雨が降ったと言われた時に我々は子供時代通してきました。30年40年経ったけれども、何か健康被害出てきたかといえばありがたいことに何もなかったんです。つまり放射能のことにつきましては、放射線の健康被害については放射線がどれだけ出てるかということは測ることはできます。しかしそれが直ちに健康被害につながるかというと、経験的にそれはないということがはっきり分かっているわけです。現にその健康被害を言い出してくると、我々がレントゲンを浴びたり CT を使ったりして様々な体の検査をします。それからパイロットや、まあ、宇宙飛行士はもっとですけれども、とにかく高い空を飛んでいると地上の何倍もの放射線を浴びています。ところがそれで遺伝的に何か、また経験的に何かの病気を発する人が高いかといえばそれ全くないわけで、実はそういうことを総合して考えていくと、福島の放射線の問題ももっと早くこの健康被害には影響ないから地元に帰ることができるんですよという措置も取れるはずなんです。ところがこれも彼らはやりません。なんでやらないのかと、
そのことについて自分たちが責任を負わされると困るからだ。つまり要するに民主党政権と言いますのは、先ほどの東電の話も全部そうですけれども、自分たちが矢面に立って責任を取るのは困ると、悪いのは誰かに引き置きたい、そして責任を取らない政治をどんどんやってきますから、結局は物が進まない。これがこの民主党政権この3年間のこの答えじゃないでしょうか。そしてそれが今もまだ続いているということです。そこで我々は今回のこの野田政権、もう3人目になる野田総理ですけれども、とにかくもう民主党政権が続く限り、この日本の国は救われないわけです。一日も早く解散総選挙をして政権を変えなければなりません。まあ、そのために今我々自民党全力で国会運営を行っているわけです。で、この先日も税と社会保障の一体改革の法案が通りました。で、この法案をめぐって三党破棄も含めてやるんだということで我々は言ってきましたけれども、これもマスコミがきちんと報道して説明をしてくれないものですから、国民に誤って伝わっています。それは何かといえば、要するに我々は三党合意も含めてこれ破棄するぞと、こういったのはもともと民主党との我々三党合意というのは何か、それは民主党がマニフェストに書いていないけれども、これから社会保障費がどんどん増えてくる、ほっといたら国の財政破綻するから、これはその国民負担を求めなければならない、それがいわゆる消費税の増税ということなんです。で、これは我々自民党が前々からこれ言ってきたことです。民主党はそれに対してそんな必要はない、無駄を削減すればいくらでも財源あるんです、こう言ってきたんです。ところが選挙でそれを言って勝ったけれども、実際政権取ったらそれは全く間違っていたということに気がついたから、消費税上げざるを得ないんだということで言ってきたわけです。そこで我々はあなた方もようやくそれ気づいたんだったら分かったと、それについては協力しようと、しかしもともとあなた方はやると言ってないことをやるんだから、当然そのことの是非について選挙をしなければならないし、もっと言えばそもそも政権にいる資格がないんだ、だから早く解散しなさいと、こういうことが大前提としてあったわけです。ところがその大前提である政権の解散をして選挙をするということを野田総理はもう保護にしようとして、来年の予算作る、それから補正予算作る、そんなことまで言い出しましたから、何を言ってるんだと、そんなことまで我々は認めていないよと、ただしに法案が通ったらこの解散総選挙をしない、それをしないというんだったらそれじゃもう全部なかったことにしようじゃないか、もう初めから我々はこの消費税増税は今すぐやるんじゃなくて、早くても来年再来年の3月からなんです。ですから2年間はまだやらないわけでありますから、政権を我々が取ってからしっかり議論すればいい話ですから、じゃあそんなことよりもまず先に解散総選挙の方をやってもらいましょうということで、やらないなら解散総選挙だよ ということで彼らに覚悟を迫ったわけです。ようやくその覚悟を谷垣総理の強いこの誤調の下で言われたもんですから、彼らも驚いてようやくこの採決をするということになりましたけれども、採決をするとまたもや民主党は参議院の中でも造反者が出てきました。で、こうなってくるともう民主党とは何ら一切話し合いすることすらできないんです。つまり民主党という党を名乗っていますけれども、もともと彼らの中にこれといった綱領もなければ志で一致するところ、あやふやな大きなこの塊になっているだけで芯がないわけです。つまり反自民で政権取りたいと、それに賛成する人はこの指集まれというので出てきたのが今の民主党の方々です。ですから今度は民主党の中で反野田だと反消費税だと言い出したら、この指止まれがたくさんまた出てくるわけです。結局政党としての綱領も理念もありませんから、もうバラバラの状態です。このバラバラの状態の方々とこれから次の補正予算話し合う、とんでもないです。これから次の政策について話し合う、これもとんでもないです。話し合う土台ができてないんですから、遠出のことながら解散総選挙しかないと、ここを我々は押していくしかないんです。しかし問題は解散総選挙ということをずっと我々訴えてきましたけれども、解散をするかしないかは残念ながら我々の意思では決められないんです。こればかりは野田総理、総理大臣の専権事項なんです。ですから今我々が野田さんに突きつけているのは、野田さんがもう解散する以外ない、これ以外もう野田さんが逃げる道はないんだよという、そういうところに追い込んでいってるわけです。つまり
民主党の中でこの法案を採決したことによって野田さんに対する評価もあるけれども、反対にとんでもない、党をバラバラにしたけしからんやつだという、こういう評価が定着しております。ですから放っておけば、この9月に行われる代表選で野田さんが再選される可能性も非常に低くなってきます。つまりこのままでは自分は民主党の中からも認められず、まさにボロ雑巾のようにほかされてしまう立場になるわけです。で、そのならば、その前に自分が本当に消費税の問題正しいと思うんだったら、解散総選挙をして国民に信を問えばいいんです。で、それ以外野田さんはもう道がなくなってしまう、こういう状況に今なりつつあるわけです。で、我々はこの今回まだ9月8日までこの国会の会期末まで残っておりますから、今週からもう一度国会の中であと残っているさまざまな法案あります。その中で通さなければならないものいくつかあるでしょう。しかしそれについては、その採決をするのと代わりに予算委員会を開いて、いくつかのこの事案について集中審議をしなければならないと思っています。その一つが先ほど言いましたこの尖閣問題、それからこの竹島問題、北方領土でも含めて、要するに外交安全保障についての問題です。民主党政権ではとんでもない、これが今目の前で起きているわけですから、それについての集中審議をしなければならないと思っています。それからもう一つは、この街頭遊説の場からも私が何度も訴えてきましたけれども、いわゆる JAL の問題なんです。日本航空 JAL の問題、これもきっちりと国民に説明をしなければなりません。まだ JAL 問題の本質をご存じない方がほとんどです。私の話や私の YouTube での話を聞いて納得していただいた方はたくさんいますけど、まだまだ少ないです。で、これは一言で言ってしまうと、要するに JAL の救済というのは国民の足を守る、あの JAL の路線を守ることによって国民の足を守る、そのためにこの税金を突っ込んで、それから国民負担1兆円という大きな負担をあえて認めて JAL の再生をさせたんです。ところが出てきた JAL というのは、その JAL を再生させるために、その国民の足を4分の1、つまり4本の手足の1本をもうもぎ取っちゃってるということですよ。そういう状況でこの再生をさせている。しかも国民の足はなくなったけれども、自分たちが儲かる手足はどんどん伸ばしていってる。つまり JAL の再生というのは JAL を儲けさせるための再生になっている。その証拠にたくさんの国民負担で借金を棒引きしてあげましたから、何が起こってるのか、借金はゼロです。 JAL はかつて1兆円を超える借金があったのに、今借金ありません。ないどころか儲からない路線を全部切ってしまいましたから、毎年2000億円近い利益が出ています。で、2000億円近い利益が出てるけれども、1銭も税金払ってません。それは会社構成法の特典を使って、これから先1兆円の利益が出るまでの間、1円も JAL は税金を払わなくていいんです。つまりここ数年の間に1兆円のこの累積の利益が出ます。つまり1兆円の現金が JAL の手元に残るということですよ。で、それだけお金あるのに1円も税金払わなくていい、これはあまりにもとんでもない焼け太りに JAL をさせてるんじゃないでしょうか。片方全日空アナという同じような航空会社あります。ここは健全経営をやってきました。毎年利益を出しています。しかしここも、ここの出している利益は利益で言えば300億円程度なんです。片や2000億円、これ10倍近い差がついてるんですよ。これだけの大きな差をつけさせておいて、片っぽアナは借金がやっぱり1兆円近くあります。 JAL には借金が1円もありません。そしてさらにアナは税金をもちろん払ってます。ところが JAL は税金を払わなくていい。で、こんな状況で上場にさせてしまえばどういうことになるのかと、まさに JAL は何にも借金もなければ赤字路線もありませんから、これからますます利益を出すでしょう。そして国民の足を守ってきた、真面目に経営してきた全日空の方は、その一旦潰れたはずの JAL に自分たち自身が今度は飲み込まれてしまう、買い取られてしまう、こういうおかしなことになりかねないわけです。これでは私たちは真面目に汗を流して頑張ってきたものが
潰れた会社が焼き太りに負けてしまうということになれば、まあ、とんでもないことだ、世の中の常識外れです。ですからこれはまずやり方がおかしいんじゃないかということをずっと言ってきたわけです。そしてさらにこれだけ JAL を大きく儲かる体制にしたのは誰か、これが京セラの稲森さんです。ところが稲森さんはその再生には一銭のお金ももらってません。こういうふうに胸を張っておられて話しておられたんです。ところが私たちが調べていくと、この JAL の上場する前の未上場株を50億円、自分たちの京セラが持っているわけです。そして京セラだけじゃありません。京セラと仲のいい大和証券がこれまた50億円持って、合わせて8つの会社で127億円の第三者増資をしているわけです。この第三者増資というのが全くわけのわからない形でされているというのは、本来 JAL は国有企業です。今実際には 100% 国有企業で、はずで上場した時の利益は全部国庫に収監される、つまり国民負担で会社を再生したんですから、その上場益が出たら全て国民に還元される、こういう仕組みで事業再生、ありがとうございます、されていたわけです。ところが今の JAL の形で参りますと、127億円分だけはこの民間企業が持っているわけです。上場しますと倍近いにこの上場益が出ると言われています。でそういうことになると、これ一体何かと、未上場株を笑って濡れて庭で上場益を取るというとんでもない、あのリクルート事件を彷彿させるような、こういう事態に今なっているわけです。これはおかしいでしょと、国民負担で JAL を再生させたのに、なんでその利益が一部の起業家に渡ってしまうのかと、これありえない話なんですよ。でこれを私は国会の中でも訴えてまいりましたけれども、マスコミがまともにきちんとこれ書かないもんですから、9月19日には上場させるとまだ言ってるんです。しかしこれを許してしまっては、これとんでもないことになります。我々自民党の中では JAL の上場をこれやめろと、こういう決議出しています。そしてもしやってもこれは法律を改正して、今のままでしたら JAL は1円も税金を払わなくていい、毎年数千億の利益を出してきても税金を払わない、こんなおかしなことありえないじゃないかというので法律改正をしようと思っています。でそうなりますと、上場させてしまうと損をするのは株主なんですよ。そういうことを我々やりますから、まず上場を待ったと、ちゃんとそういうことを整理してからやるべきだと言ってるのに、無理やりこれ上場するとどうなりますか。上場した時には上場益がガバッと入ります。ところがその株を買った人は、我々がこの JAL がこのままでは不公正だから法律をきちんと整備していくことによって JAL の利益がどんどん小さくなりますよ。小さくなると当然利益が少なくなるんですから、株価が下がります。つまり上場して株を売った人と、その人は大儲けできますけれども、買った人は買った株がどんどん下がっちゃいますから、大損をしてしまう可能性がある。だから上場をちょっと待ったと我々は言ってるわけなんです。ところがそれを強行しようと今のこの野田政権はしているわけです。でそうするとまともやこれ国民に大きな迷惑をかけるんです。もともと思い出してください。 JAL の話というのは民主党政権が誕生しました時に一番の目玉でこれ言われたんです。 JAL が潰れたと、しかし民主党政権がこれを立て直してやるんだと、こういう彼らはつもりでやってきたんでしょう。そしてその功を焦るあまり、本来 JAL は何のために再生させるのかといえば、国民の足を守るために再生させるというその本来の趣旨を逸脱して JAL を立派な会社にする、利益が出る会社にするという再生をしてしまったわけです。これ JAL にとってはそれありがたいことですよ。しかし先ほど言いましたように国民の足を守っていないんです。4分の1の路線を切り捨てて、そしてたくさんの人をこれ解雇して、雇用をなくして路線を捨てて再生してたくさんの利益出ましたと言ってもこれ何もなりません。しかも利益出ましたらその利益が国民に税金として国庫に返ってくるんならまだ分かりますよ。ところが1兆円の利益が出るまで、1兆2000億円の利益が出るまで、この国庫には1円の税金も払わなくていいと言ってるんですよ。これじゃあ国民を負担をして JAL を再生させても国民には何の利益もないじゃないですか。儲かるのは JAL だけなんですよ。そして JAL の株主になった方だけが儲かると、こんなデタラメな再生許されるはずがないんです。でこれを
平気で今しようとしていますから、我々は絶対ダメだと言ってるわけです。ありがとうございます。ですからこういう不公正、不正義、こういうことがまかり通るようなことは絶対我々許してはならない。結局民主党政権は口では立派なことを言ってきた。そして彼は口では立派なことを言い、出来もしないマニフェストを書いて皆さん方を騙した結果、政権を取ることになった。しかし出てきた成果というのは全てデタラメ。そして民主党政権の唯一の成果だと言われていた JAL の再生も実は何にも国民にとって利益にならない。 JAL の、JAL による JAL のための再生なんですよ。でこれでは全く意味がないじゃないかということなんです。でこういうことを含めですね、我々はこの9月8日の国会の会期末までにまず予算委員会を開かされて、参議院の中で徹底的にこの問題を追及しようと思っています。そしてその後彼らには引導を渡さなければなりません。もうこれだけのデタラメやってきたら、もうあなた方と話すこともなければ政治を任せることもできない。直ちに解散しなさい。そのために参議院では問責決議、これを出すことにしております。で問責決議を出すと一切今後野田総理が総理大臣である以上、国会はもう開くことができません。でそれを解決するのは野田総理が辞める、つまり新たな政権を作る以外ないわけです。解散総選挙をしない限りこの問題解決できないという最後の我々は引導を渡してこの国会を締めたいと思っております。まあ、そのために今日もこの後国会に参りますけれども、全力で私たち頑張っていきたいと思っております。どうぞ今後ももう一度日本をまともな国にするために我々自民党全力で戦ってまいりたいと思いますので、自由民主党に対しまして、そして私西田昌司に対しましても大きなご理解ご支援賜りますことをお願い申し上げまして、私参議院議員西田昌司の街頭からのお願いを終わらせていただきます。続きまして秋田浩二府会議員に京都の情勢につきましてもお話をいただきますので、今しばらくのご静聴をお願いいたします。